当時、国会議事堂として使用されていた旧、形状不民館。現、ソウル市議会庁舎。国会お物つ投的事件は、1966年9月22日に、韓国肥料株式会社のサッカリン密輸事件について、国会で質問していた、金と官が、国務委員に向かって、あらかじめ用意していた人文を投擲した事件。 サムスン財閥系列の韓国肥料株式会社が建設資材と偽って、サッカリを密輸したことが慶報新聞に報道され、政界と言論会を震撼させた。密輸事件そのものは5月に発生し、6月に罰金刑が科されたことで、刑事上の処分については一区切りがついた。しかし、当時の大統領、朴正紀が密輸を古代社会悪としていたこと、そして、 サムスン財閥系報道機関とライバル関係にある他の報道機関がこぞってこの事件を書き立てたことで注目を浴びるようになった。そして密輸事件に関する大政府質問で金都官議員は質問の途上国会議事堂においてあらかじめ準備してきたアルミ缶に詰めたおぶつおけを開いて国務院席に座っていた定一県国務総理ら数人の閣僚たちに向けて 人分を投げて休断し、与党共和党の国務総理をはじめとする首脳人全員が内閣総辞職するという野党派議員としては前代未聞の快挙をなすというクライマックスを迎えた。この人分投敵により、金都官は逮捕され、西大門刑務所に収監され1966年に国会議員を辞職した。そして、サムスン財閥の総帥李平哲も責任を取り、 韓国肥料の株式を政府に献上して、経営から身を退くことになった。ありがとうございます。